とコラボさせていただいたワンピースは、いろんなシーン、いろんな気分、いろんな場所に着ていかれるようなワンピースにしました。前がすべて本開きになっています。すべてボタンを止めると当然ワンピースのように着られるし、ボタンを外すと肌寒い時の羽織としても着られるようになっています。結び方によっていろんなイメージに着分けられます。そしてプリントにしたのはいろんな色が入っているので、小物に迷わない、羽織に迷わない、なんか朝の時短っていうことも実現できるかなと思って、作ったワンピースになっています。ボをつけたんですけど、なくしちゃうことがあるので後ろはそのままセットしてもらいました。首の下でギュッと結んでしまいます。そうするとモードになりませんか。ちょっと超過をつけてるようなイメージになるので、少しこう夜出かけるとかナイトアウトするとか、そんな時はこういう結び方がいいかなと思います。あとはゆるっと一結び、ちょうどこの V の位置ぐらいに結び目が来るといいと思うんですけど、こうするとリラックスした感じになるので、例えばスニーカー合わせて、休日出かけるとか、そういう時はこういう結び方がおすすめです。あとは当然折りボン結びにしたりすると、ジャケットのインナーにした時も収まりがいいので、でボウもこれ小さく作ると、大人の人が作ってもその甘すぎないので、できるだけこの、ボウの部分を小さく作っていただくといいと思います。トレンチ結びって呼んでるんですけど、肩長ですね、このボウの部分が、片方だけできる。そうするとまたねイメージ変わりますよ、こんな感じ。こうすると、少しマスキリンなイメージになるので、結び方によってまたこのワンピースいろいろ印象が変わるので、ぜひ鏡の前でやってみてください。